YouTube をご覧の皆様、チャオ、デルノチです。はい、今日はモンスト撮っていきたいんですが、現在時刻がね、8月25日の4時44分、444ですね。はい、待ってましたよ。黒川所長のオーブをね。第3回目ですね。第2回目は動画にしてないんですが、一応撮ったは撮ったんですよ。撮ったは撮ったんですけど、実家の方でね、ちょっと子供と一緒に撮ったので、それはちょっとメンバーさん限定動画として、出させてもらおうかなと思ってます。はい。で、今僕が持ってるオーブが29個。今回引いて、50個止まりだった場合は、こっちのガチャね。一回限り発言確定ガチャを引こうと思います。で、75個だと20連引けるんで、その場合は、モンストの夏休み201910連引いて、発言確定ガチャも10連引くという感じでいきたいと思います。なんで、まずはオーブをゲットして、そこからガチャという流れになりますね。やっていきましょう。夜中の方がね、なんか出るんじゃないかなって気がするの。いつも朝起きるまでね、回してなかったんだけど、回すっていうか、この開けてなかったんだけどね。さあさあさあ、やっていきましょう。いや、今週でも最後だね。11、18、25、太っ腹なイベントでした。モンストに感謝して、いきたいと思います。挑戦する。ここだね。ここで止まったら発言確定、継続だったら夏休みガチャ見ていきたいと思います。いきますよ。おいった。これで20連確定だね。いきますよ。おお、いったいった。100は美味しいぞ。200いってほしいな。頼むよ。クロちゃんです。わー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 。あー、いったー。いったー。嬉しい。帽子のつばにこうね、手が当たるっていうね。いやー、マックスいきましたよ。ありがてー。大感謝。大感謝です。モンスタースラッグ、および、X フラッグ、および、株式会社、ミクシーの皆さん、ありがとうございます。こびるねー。これツイートはしませんね。バレちゃうんでね。ツイートしたいけども。じゃあ行きましょう。受け取るよ。まずこの、4時の応募を受け取って、30個になりました。そして、200個ですよ。200個。いやー、これね、もう、でかい。1万円課金と一緒だからね。もともとのね、数を考えると。じゃあ行きましょう。モンストの夏休み、10連分だけ残しておきたいな。なんで、モンストの夏休みを20連引いて、で、発言確定、行きましょう。さあ、行きます。モンストの夏休み2019。実はこの中で1体だけ持ってるのがいるんですよ。それはちょっと言えないけども、やっていきたいと思います。頼むよ。演出なし。中指。んちょめちょめ。なんもない。演出ないです。止まってくれ。無料だからってね、爆笑つらいんだよ。はい。はい。甘えてはいけませんよ。やっぱり、ここかな。いきます。鼻の油、ショッ！くー！演出来ないね。頼む！止まれ！お！
うん、いやまあレンブラントね、4体目ぐらいかな。光の魔術師レンブラント参上です。いや強いんだよ、うん、ダブアビだし、ダブアビってのもだんだんちょっと死後になりつつなってるけどね。進化ダブルアビリティで加速持ちでカビか、こっちはもう僕ヨミをね運極するときめちゃめちゃお世話になりましたよね。魔人キラー M、 そして号令12ターン、いや強かった、強かったとあえて言わせていただきましょう。いやーこれ追いたいなー、追っちゃいましょうか。ラスト、渋い演出が渋い、頼む。あ、出てた。また先に顔作る系の出てたわ。これですよ、僕が持ってたやつ。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。でー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 がなかったから。あんな顔しちゃいましたね。実は持ってたんですよ。私も今来たところ。はい、半分こ、あげるなの。こんなの待ち合わせの時に言われたらたまらないよね。僕、メタトロンが一番好きなんですよ。この3人の中ではね。いや、2体目、ゲットしました。ありがとうございます。いやまあ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 、今年の夏はこういうことでしょう。じゃあ最後に行きますね。1回限り発言確定ガチャ。この中だったら、この中だったら僕が持ってないのは、この、ランジェリー、あ、間違えた。エンジェリー・ディーバが持ってないので、この子を当てたいですね。はい。シュリンガーラはまだ運極じゃないんでね。頑張りたい。まあ当たるかわかんないけどね。でも持ってないキャラが一体でも増えるっていうのは嬉しいことですから。感謝して。圧倒的感謝。あ、入った。入った。感謝入りました。いきますよ。無言の。最後に行く前に止まってもいいんだよ。最後に行く前に止まってもいいんだよ。いいんだよ。いいの。いい。チンギスさん持ってないんですよ。限定出た、出ちゃ、出た、だったった。いや、これでもう僕ね、グリーンファンタジー用はないね。うん。デトラビもこの前ゲットしたし。で、ジャドキエルは持ってるしね。グリファン。さよならできますわ。いや嬉しいな。しかも重心化状態、ありがてえ。圧倒的感心。はい、という感じで今回の結果は全部で40連引いたんだね。200個全部使い切りました。まあ、メタトロンアルファ1体とチンギさん、発言確定ガチャはチンギさんという結果になりました。サブのうちだ。説明しよう。サブノチとはデルノチの別人格である。終わったと思っただろ。まだだ。まだだよ。デルノチが引くならサブノチも引くぜ。行くぞ。狙いは200個。あいつは200個引いたらしいな。50で止まった場合、俺が引くのは夏休みガチャではないぞ。モンコレデラックス。なぜならば、ルシファーもガブリエルを持っていないんだ。今こそ引く時だろう。わかるな。ストライク、ヒミコ、ノアは持っている。ルシファー、ガブリエルが欲しい。今やモンコレでしか引けなくなってしまったからな。さあ、頼んだぞ。黒川所長。カモン。
たきたきた、まだまだ。75か、初めてやつに負けたな。まあこういう時もある。ということはだ、合計で110個120個だ。計算もできないのかこの野郎は。120個のオーブがある。もうこれ飛行じゃないか。どこ行った？あった、行くぞ。10連ガチャ、ガチャ。ストライク、ショット。出ているが、最近この最後の1個に出て不意打ちで爆死の顔をしてしまう。それが出るのうちであるな。そしてそれが俺にも伝染している。困ったもんだ。まあいい、引こう。ガチャル、カモン。爆死ではないんだ。20連とも爆死ではないんだ。だがしかし、どちらも未所持キャラではなかった。これだったら発言確定ガチャの方が良かったのかもしれないな。じゃんじゃん。じゃあな。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってるので、よかったら概要欄からフォローしてください。いや、もうさっきまでね、ライブやってて、もう正直ね、結構酔っ払ってますね。これずっとね、ワインとペプシ割りやってたん で、その後、2時半くらいライブ終わって、1時間ちょっとね、散歩して、今ですから。まあ、でも今日はいい夢見れそうですね。はい。皆さんいい結果出ましたか？よかったらコメント欄で教えてください。それではまた次の動画、ライブでお会いしましょう。チャオ。